バカじゃん。うっせーな。お金になる JLPT。 お金になる JLPT の春です。今日も渋谷に来ました。毎週土曜日夜8時から撮影しているので、答えたい人は来てください。それでは行ってみましょう。お名前教えてください。カイトです。カイトさん、日本人です。なんて言うんでしょう。え、ちょっと待って。これなんか簡単って言ったからプレッシャーが。これ儲かるです。あ、合ってます。イエーイ。そう、はい、じゃあ儲かるです。500円ゲットってことで。はい、もらえない。じゃあ何ももらえない。どうしよう。あ、じゃあ一応やってます。やってみましょう。うわ、いや見たことはあるんだけどな。いや違いますけど、浮かぶではない。違う。3。いや無理です。無理です。正解はモテ遊ぶですか。モテ遊ぶ。いや、それはでも出てこなかったんです。出てこなかった。いや、500円でよかったのにな。残念。名前お願いします。ユージンと申します。オランダと日本のハーフです。この前 N1 のテストを取って、日本語の森の本を使って勉強しました。ゆか先生知ってますか。ゆか先生知ってます。ゆか先生、とても面白い感じのレッスンを見てたので、ありがとうございました。じゃあ、なんて読むでしょう。うわぁ、節やかなですか。違うっすか。消しやかな。違うっすよね。わかんない。だね。これは正解はすこやかなって思います。すごすこやかな。すこやか。500円ゲットならずということで。負けちゃったな。負けちゃった。500円も無理だった。バカじゃん。うっせぇな。絶対わかんない。500円の感じ。すこやかな。あ、待って、あ、待って。2000円。踊り屋かな。返せ。俺、お金もらってないし、間違えたから。あ、もうやってないじゃん。じゃあ、教えてあげてください。いや、俺、答え。この感じは、最近、すこやかも。すこやかも。はい。まあ、バカとか言っといて。モネです。ひまりです。どこの高校生です。高校生、うん、なんて読んでそう。施す。お、当たりです。今4人ですか。まあ挑戦します。挑戦します。なんて読んでそう。ひらめく。すごい、読めた。え、当たりですか。ひらめくです。え、やった。え、すごい。かっこいいです。あげたいと思います。ありがとうございます。サウリと申します。フランスのハーフです。あ、じゃあ漢字は読めますか。ちょっとだけ読めます。まだ勉強中です。なんて読むでしょう。Oh my god! Oh my god! Oh my god! タツって言った。正解です。タツ。500円ゲットということで、次挑戦したら2000円もらえるんですけど。OK OK OK。やります。Fuck yes。 じゃあなんて読むでしょう。カタン。惜しい。あ、カダン。すごい。合ってます。知ってましたかこれ。はい。なんで渡します。ありがとうございます。アンリーと申します。お父さんがマレーシア人なので、なのでそこまで自信ないです。正直。さあ、これ聞いてみたいと思います。 I'm scared。 You can do it。 確か訓読みじゃなくて音読みです。施設っていう感じの。はいはいはい。音読みね。施設だと思います。音読みは、まあ、市の方です。施設。 Oh shit。無理です。 Give up。 正解は施すです。施す。それはさすがに読めない。ちょっとさすがにこれは施設の市か説しか分かりませんでした。ない。残念。もらえない。もらえない。そう、買えない。大原健太。大原健太さん、はい、ナイジェリアから来てますね。漢字は微妙ですね。微妙ですね。なんて言うんでしょう。分かんないですね。分かんない。分かんないです。これ分かるはずだから恥ずかしいんですよ。施すです。施す。全然違う。旅かと思ってました。あー、似てるかも。旅似てるかも。確かに。これが500円ですか。これが500円。いや難しいですね。2000円の見てみます。じゃじゃん。開く。閉じる。
てる入ってないデザインそれひらめくでした。ひらめく当たった人とかいます？さっき当たった人いたんですよ。ベリンダ、ベリンダさん、はい、スイスから来ました。エンさんぐらいと思います。まあ、さすがなんて、はい、これはこれ読まないんです。答えは尋ねるです。Hi, my name is Haru and welcome to Nihongo no Mori Basic Japanese JLPT N4 and 5 courses. So these courses are based on the textbook series which is Minna no Nihongo Elementary Japanese 1 and 2. We are waiting for you to join us and let's have fun to learn Japanese together.